こんにちは。キットですかね、ナイト2000。最近は洗車もままならない。何やってんだみたいなね。車検に100万かけて、あれ以来なんか、いつ乗ったかなみたいなね。車庫に入れっぱなしで、もう全然動かなくなっちゃったんですよね。何なんでしょうね。憧れてやまないものだったんですけども、まあ日々、暮らしに追われるとまで言いませんけどもね。なんか気がついたらもうなんか一日終わってるっていうか、一日終わってると思ったら深夜2時に始まるみたいな、ね、何やってんだろうかとか思っちゃうんですね。なんかね、机の上もだいぶね、散らかりが収まんなくなってきて、なんかこう本を発注するんですけど全く進まないですね。もう両側にあるという、上にもある、どうしようかみたいな感じでございます。なんか買うときはね、今しかないと思って買うんですけど、手に入れるともういつでもいいやになっちゃうんですよね。まあ私が良かったなと思うのは、お付き合いしてる人とかね、家族とかね、手に入れたらどうでもいいやっていう風にならなかったなってとこですね。手に入れてからがなんかこうメンテナンスしないといけないなとか、コストがかかるなとか、何十年も先のことまで考えないといけないなっていう風に、なんかこうちょっとたまに変にするとこう恐怖が襲ってくるんですけどね。俺大丈夫かこの体とかね。この精神力本当に持つんだろうかとかなんかそこまで今までね、もう本当その日暮らしだったなというふうなね、40までの暮らしでしたから、なんかこう精神いかれちゃう男がいるのも分かるなとか、ね、思いますね。なんかね、私の塾生でこれ言っていいのかあれですけども、女性の方がいらっしゃってね、ずいぶん前から塾生なんですけども、全然この芽が出なかったんですけども、旦那さんの稼ぎはやっぱり20万ぐらいなくって、で子供がまだね生まれたばかりで1歳ぐらいで、専業主婦するしかなかったんですよ。それもあんまり体が動かなかったんであんまりできなかったらしいんですけども、旦那さんがね突然失踪したんですよね。でずっと連絡取れなくって「久保さんどうしましょうか」みたいな感じでね、と言ってもね、もうそこまでどうしようもないんで、親とか親戚とか相手のね連絡取ってみたらどうって言ったら、なんか向こうから来たらしいんですよ、連絡が。それでうちの息子がね結婚させてもらったんだけども、子供までできたんだけど、もう一緒にやっていく自信がないからっていうんで、もう会わずにこのまま離婚ってことにさせてくださいみたいな、そんなことになってね。でそんなこと想定してなかったのが1歳児を抱えたその23歳の女性ですよ。もう働いた経験っていうほどの経験はなかったんで、むちゃくちゃ怖くなって、で子供と一緒にね飛び込もうかぐらいのことまで考えたらしいんですけども、でもこの子には何の罪もないから、私が守ってあげなかったら世界中にこの子の味方をする人はいないってから奮い立ってね「久保さんどうしても稼ぎたいんです」なんか熱々とそのメールを送ってくれたんでね、私もなんかこう涙が出るっていうかね、ああ本気で生きてる女性ってこうなんだなと思って、で通信で在宅で稼ぐアフィリエイトをずっと仕込んでいったら、3ヶ月ぐらいでね10万ぐらい稼ぐようになって、それから1年ぐらいでね30万が安定しだしたんですよ。で、それもアフィリエイトって案件が変わってきたりするから、結局私も長くは続かないってことをお話ししたんで、3年ぐらいそれでやったんですかね。で子供が4歳とか5歳ぐらいになって、もう小学校のことも考え出した時に、なんとかねアフィリエイトでアクセスを集めるためにASP とかと提携するじゃないですか。で ASP の向こうの広告主さんから声がかかって、うちの社員になりませんかってことで、今はねなんか子育て関係のグッズを売るその営業部長とかになってるんですよ。もちろんちっちゃい会社なんで営業部長って言っても社員ね部下はいないんですけども、でもインスタグラムでフォロワー1万人ぐらい集めてね、そこでね自社の商品結構売ってるみたいなんですよ。私も見に行くんですけども、なんかおすごい上手にやってるなとか言ってね、全部久保さんに教わりましたって言うんだけど、いやここまでのレベル教えてないぞみたいなね、ほんとこんなになるんだなと思いましたね。でもですよ、月収100万とかはちょっとほど遠くって、やっぱ生活は苦しいけどもやりがいがあって、子供もなんとかね在宅を久保さんにやらせてもらったから、出かけることなくずっと稼ぐことができたとかね、もう子供が20分30分寝てる間にそれこそ500円1000円稼げるような手法は他には考えられないとか。でその方はその方で似たような悩みを持ってる人を勝手にね探しに行ってグルーピングして、で私のこう投げた案件とかを拡散してね結構売ってくれたんですよね。それを見てこれ最後のアフィリエイトの仕事にしようかなと決意した、そんな時でしたね。もう今はちょっとアフィリエイトはね誰にもちょっとおすすめできないくらいものすごく難しくなっちゃって、私もね過去の栄光をこうやって誇るだけなんですけども、じゃあもう一回アフィリエイトやってみろって言ったらね、いやーちょっとね YouTube のアフィリエイト収入ですらなんかね月に10万もないくらいですから、もうあんまり自信を持ってねこうアフィリエイトやりましょうって言えなくなりましたね。10年前と全然変わりましたね。やっぱこう吉谷さんがねずっとやれていたコンテンツビジネス、アフィリエイトより強力でしたね。だからアフィリエイトで私がねぶっちぎってた頃はコンテンツビジネスっていうのは今一つだったと思いますけども、でも今完全に逆転してコンテンツビジネスが最強で、その土屋さんとかもね言ってましたけども、インターネットビジネスはコンテンツビジネスか広告収入だよって言ってましたけども、これ広告っていうのはもうね個人ではもう戦いようがなくなっちゃったんじゃないかなと思うんですね。案件とかは別ですけどね、案件で一発でねなんかこう時計もらったりとか3万5万とかもらうんだったら別ですけどね、いやーすごいコンテンツビジネスよかったみたいな感じですね。でその方はコンテンツビジネスに入らずに、そうやってインスタグラムでアフィリエイトの仕組みを利用して、ずっとね写真を投稿したり動画をショートで投稿したりとかしてアクセス集めて、子育て中のしかもシングルマザーを中心にそういったお仕事で商品売ったり代理店を募集したりみたいなね、なんかネットワークビジネスじゃないんですけども代理店募集とかしたりしてやってみたい。その時のねやっぱり私のこのコピーライティングとか私の送ったそのメールの文章とかをものすごく読んでるみたいで、なんかねもう久保哲郎が喋ってるみたいで気持ち悪かったですけどね俺こんな風に喋ってるのかみたいなこれはちょっと取り込まれるなみたいなね、だから使える人もいれば使えない人もいて、まあ、その方とはねみっちりやってたわけじゃないんですよ。やっぱり生徒さん他にもいらっしゃって、同時に50人ぐらいその時サポートしてたんで、そのうちの1人だったんですけども、まあ、なんか優等生は勝手に優等生になるなって思ったそんな次第でございます。私の力が及んだわけじゃなくて、その人がもともとね素質を持ってて、で素質の蓋をしてた、その蓋を私がポンと開けただけなんで、私はこう蓋を開けた係というねインターネットだよみたいな感じで、まあ、私がその土屋さんにねこうインターネットだよって開けてもらったようなもんですね。まあ今となったらあれ土屋さんだったのか吉谷さんだったのかよくわかんないですけど、まあチャンスきっかけを生かせるかどうかはまああなた次第ってやつですね。生かせない人はもしかしたらずっと生かせないのかもしれないよね。これはそんなにチャンスもいっぱいないですしね。例えて言うとあれですかね、インターネットだよってポンって抜く線がなんかつるっと滑って開かなかったとかね、なんかビス止めしちゃったとかね、そんな感じで開かない人っているんでしょうねきっとね。そもそも開けるつもりがない人もいるかもしれないですね。なんかこう日々なんとなく過ごしていって、なんてことをね思い出しました。もうすぐリアクションも終わりですねこれね。終わっちゃうね、終わっちゃう、何もかも終わってしまう、始まったと思ったら終わっちゃう。1000話のやり取りももう、ね、すぐ終わりますね。1000話のやり取りすぐ終わるのにもうなんか5、6000話、なんでも積み重ねていくと強いっすね。俺はこれをやったみたいに思えるものが何個かあるのはまた次の励みになります。いってらっしゃい。